和け松名は、平安時代初期の苦行。民部教、和け清丸の逸王。官位は、十四以上、三義、増小増くらい。若くして、大学寮で学び、試練を読みあさった。延暦二十一年に十歳で、文章生に干せられ、延暦二十三年に、初めて管理に登用されて、うどねりに任ぜられる。平常朝では、自分の師匠、進む。 中塚祥進むを歴任する。佐川祥に入り、張りましょう、大城、倉人、東宮昇進を経て、公認六年中五位下、東宮大臣に除任される。その後、左右昇弁、左右昇生を経て、公認十三年中五位上に、天長元年までに、聖五位下に除せられた。また同年には、かつて父、和家清まが混流し、 関武天皇により、定学寺に、劣格されていた、神願い寺について、寺域が汚れているとして、高尾山寺の寺域と交換して、新たに、新御国祖新言寺と称して、改めて定学寺することを、弟、仲良と共に言上して許されている。その後、順の朝から人志明朝にかけて、大、中弁をはじめとして、 所管を歴任し、重要な官職で就任しないものはなかったという。天朝5年14にした、上は4年14日以上、左近江中城県右大弁に除任され、上は7年参議に任ぜられ、苦行に列した。左近江中城在任時には、宝禄と自らの資材により摂津国の両伝を購入して、この絵福利屋家に納め、その費用の足しにしたという。 その後右大弁として、上和9年に発生した、上和の変、上和12年に発生した、全安子訴訟事件の審理にあたるが、校舎をめぐって過料である右小弁、友野義雄の告発を受けて、自宅の門を閉じ、直後に噴死した。ゴミの立つ道は、人の目を遮ってしまう。不正な裁判の場で、一人で直言しても、何の益があるだろうか。 官職をやめるべきだ。早くメイドに向かおう。と憤慨しながら、官職を追われて、この世を去ったと伝えられている。上は13年9月27日、即居。去年64。最終官位は、参議14以上。なお、同年11月には、松名と共に告発された、同僚4名の弁官は息を奪われて、食堂を課されるが、 松名はすでに死去していることを理由に処罰を免れた。生まれつき人情に厚く、ただたを兼ね備えていた。政務を取り行うにあたり、知りし死くや不正はなかった。元より仏教への信仰心があり、帰依していた。天台、信言領収の立層は、松名と、兄、広世の力によるものであるという。中期のないものは、六国史による。 ありがとうございます。